岩尾峠は、滋賀県高架市高南町杉谷と三重県伊賀市、牧山を結ぶ峠。標高は290メートル。1336年3月、北朝の小佐寺も当時、国首等と、滋賀ら川から来た南朝の軍との戦場となった。この峠は、近くの行き触り出来の進行とか、変わり、大海と伊賀を分けるのではなく地域のつながりを強めていた。 本堂演技によると最長が延暦寺の建立のため、岩尾山に材木を求めたところ、山の池にオロチェが住み着き、ソ人の通行を妨げ、最長が金流の方を唱えると大蛇は去り、木を借り出すことができたと言われている。その恩に報いるため、霊だけに伽藍を建立し、池原延暦寺と称することになったと伝えられ、比叡山試みの寺とも言われている。 老門近くのマンダラ岩をはじめ、至るところに巨石があり、古代の岩座信仰の名残を留めている。山岳宗教の聖地として栄え、また山伏、忍者の修練場であったと伝わる。岩尾山に、屏風城の巨岩に、不動明王が彫刻されてあることから、行きさわり寺は、岩尾不動や、牧山不動と呼ばれ、大見、伊賀にわたって広く信仰を集めた。 1385年と近くに刻まれている、まがい地蔵、菩薩座像、作風から、室町時代初期と考えられる、まが不動明王立像があるほか、山中には多数の石像が配置されている。また、松尾芭蕉の区比、幾春を、短海の人とをしみける沖縄がある。山伏の修練場、忍びの里井が甲賀忍者協議会。 2019年9月24日閲覧。岩尾の一本杉。詳細。心に残る滋賀の風景。滋賀県。2019年10月31日閲覧。ありがとうございます。